ナンバー、A、さんたちかなり実験的なというかあの明らかにちょっと異質な音楽をやってるなっていう風に思います高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしますトップ3お話ししたいなという風に思いますけれどもいやー迷いました全部いいしその多分聞く時のこちら側の 精神状状態だったりとか状況だっったたりりとととかか況あとはシシチュエーションですよねどこで聞くか誰と聞くかによってあのこの辺りの,あの聞こえ方っていうのはおそらく変わってくるんじゃないかなというふうに思うんですけどもただ僕が今日 <laughs> 暫定で暫定、まあ、ジムという場所で、えー、とランニングマシンに乗りながら、えー、聞く中で「へー y って思ったのは、えー、まず一つ目んかヘブンんかヘブン。 これやばかったっすね稲妻終わった後の次の曲だったからさあどんな感じなんだろうかっていうねなんかヘブン来た時マジでやってんなーってなりましたねこれやばいぞともうなんかヘブン来てあ今回のアルバムやばいのねはいなるほどねってなりましたねで今の状況でまああげるならもう一個目がですねえっとジェリーという楽曲ですねこれちょっと とまた雰囲気というかグルーヴ感アップテンポな雰囲気もありつつビート感は少しこう強めな雰囲気もあってとってもこう乗ってて聴きやすいのと歩きやすかった、うん、歩きやすい曲だなーっていう風に思った部分がありますねあ今ちなみにソロは抜いてますソロはソロでまた素晴らしいなという風に思ったんですけれどもでもう一個選ぶとしたらナン,ナンバーズすごくないなんか 実験的な音楽挑戦的な音楽をしてるなという観点で聞こえてくるサウンドとして「ナンバーズがすごかったっすね。全体ね聴いてて「アイリー」っていう曲もそうですけどもファンの方たちみんな集めて一緒に行くぜみたいなのがあの要所要所にやっぱ入っててあとはその。 ファンの人たちを思うとみたいな曲とか本当にだからこうファンの方たちを大切にされてるんだなっていうのもまた改めて感じてなんかねグッときましたね原点でありこれからも共にじゃないですけどもそれが自分たちのアーティストとしての進み方というかだから完全にオラオラ独走っていうわけじゃなくてちゃんとそこでファンの人たちみんな巻き込むぞという全員もう一人残らず巻き込んでいったるからな 音楽みたいなかけっかけー説得力しかなかったですもん本当にボーイズグループさんの、ね、音楽とかとにかくこういろいろ k p o p も合わせていろいろ聴いてますけれども、うん、ナンバーエ r a さんたちかなり実験的なというか、あのー、明らかににちょっっと異質なな音楽をやってるいいう風に思いますでその異質さっていうものがあの本当にシンプルに音への探求心だったりとか、まあ、その音楽を聴くという体験 絵のの深掘りみたいなものもそうですしあとはその音質とか音圧とか重たさだったりとかその辺りへのこだわり感みたいなトレンド感とか流行りのサウンド感とかっていうのはまたそれは別で結構あるとは思うんですけどそういうのじゃないところで音に対してのこだわりを持ってるっていうトレンドに左右されるものじゃない音楽をやっているからこそそういうものって で最終的に残っていくんですよねトレンドっていうのは結局流行り廃りがあるのでタっていくと音楽自体も滴っていっちゃうというかちょっと古臭く感じられたりとかありますけども普遍的にかっこいいよねとかあんまりその時代の流れみたいなものに乗らないようなものっていうのはずーっと残り続けるので色濃くねその辺りもだからすごい楽しみだなと。だからい 1>, 1年経ってとかまた2年経って3年経って5年10年ってなった時にどういう風に聞こえるのかっていうのも楽しみにしていきたいですよねこの辺りはね。っていうところでいかがでしたでしょうかということで高評価ボタンそしてチャンネル登録などもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで現場からは以上でございます。お疲れ様でございましたち